いつの間にやら正規部隊扱いだ。基地をユージア大陸内陸に移動させるとやらの命令が出た。輸送機まであてがわれた。ただ私がそもそも軍人ですらないということだけは忘れ去られてる。地図を出してみる。向かうのは最近上陸作戦が行われた島だ。例の軌道エレベーターだってそこそこ近い。ここの飛行場は軌道エレベーターの支援基地の一つだという。話はもちろん怪しい。私らは輸送機でこの飛行場へ移動する。戦闘機なし、身一つでだ。そして敵基地の格納庫に残っている機材を利用して戦えというバカな命令だった。お前たちは正規の戦闘部隊じゃない。本来なら地雷除去にでもさせられるのがいいとこの懲罰兵だ。懲罰部隊は懲罰部隊らしく、因数外の兵器で戦え。電話だ。基地移動の荷造りのどさくさの中、懲罰兵には触れることもできない電話機が見張りもなく放り出されてる。随分懐かしい見た目だ。最初に逮捕された時、すでに電話をする権利を奪われてたからな。こいつを通してその向こうにつながってるはずの故郷が嘘みたく遠く感じられる。私だって脱走の企てだけが脳じゃない。電話番号の一つくらいは覚えてたさ。それからしばらくして基地司令のところへ出向いた。聞いたろ。参謀本部から直々に電話があった。お前なぜそんなパイプを持っている？祖父が空軍中将で友人も多かったもんでね。で、あんただけ特別仕立ての連絡機で飛ぶんだろ。みんなにはあさってに向かわしといて、自分だけは違う方向に。分かった。だが便乗させるのはお前だけだぞ。座席の空きは一つだけだ。それはいいことを聞いたと私は微笑んだ。整列。参謀本部からの通達がある。よく聞け。諸君らにはこれまでの作戦遂行の功績が認められ、恩赦が下った。全員にだ。オーシア軍第444航空基地飛行隊は正規軍部隊に編入。一般作戦に従いユージア大陸南西部のハイラート基地奪還作戦へ投入される。すでに戦闘が開始されており、南部の飛行場は取り戻した。今は島の北部で残存戦力と戦闘中だ。諸軍らはその飛行場の所属となる。戦闘は激戦を極めており、参加部隊はかなりの損耗が予想される。だが新たな戦地を与えられるのは名誉あることだと考えろ。懲罰部隊司令官である将官はここまでだ。私を含む基地司令部要員はユージア極東部の基地へと転属となった。しかしだ、補給による経由地ボルゴデレスとはエルジア領内にある新オーシア国で、途中迂回しても最後はエルジア領上空を飛ぶこととなる。そこで貴様らから数名を護衛として連れていく。護衛任務に長けたと思われる者数名を人選した。以上だ、解散。おい待て、トリガー。貴様には護衛として飛んでもらう。腕前には多少不安があるがな、また無人機がやってくるかもしれん。何があろうと私の乗る機体を守り抜け。参謀本部直々による護衛機要員の指名がなければ貴様もタイラート送りだったんだ。貴様ハーリング殺しのくせに裏から汚い手を回しやがって。いいか、怪しい動きを見せたらすぐに撃ち落とすからな。準備が整った。滑走路手前で待機しろ。
スペア15、こちら管制塔。滑走路の確認を受け、離陸を許可する。司令官を乗せた輸送機はすでに離陸済みだ。スペア2がそばについている。お前を見送るのもこれでおしまいだな、トイガー。お互い、次は違う部隊で会おう。スペア15の離陸を確認。スペア15、高度制限を解除する。離陸してゆく連絡機を見送った。これから向かうのが地獄の底だろうが、まあいいさ。ここの懲罰兵どもにも、付き合わされる監守どもにも、そして訳も分からず父を蔑んでいた私にも、程よい道のりだ。だがそういうものが似合わない奴もいる。あばよ、大バカ野郎。命令はシンプルだ。司令官を殺そうとする者を殺せ。たとえそれが味方であろうともな。フルバンドのようにか。あれは事故だ。しつこいぞ。加勢、私が話す。基地司令官の末金勢だ。諸君らにはこの作戦の重要性を徹底したい。今後は私の命令を優先せよ。以上だ。積み荷にしては声が大きい。早速敵の防空兵器か。のんびり飛べる場所じゃねえな。カムフラージュされたサムもあるはずだ。探し出して根絶やしにしろ。サムの排除を確認。気を抜くなよ。サムを発見した。指令を知らせるなよ。後が面倒だ。明日からゆっくり寝られるぜ。さっさとフォリアーを使え。ミサイルが来る。さっさとターゲットを探し出せ。はいよ。新たなサムを確認。予想より数が多い。またサムだ。破壊しろ。クソ、地対空ミサイル。こっちで撃ってきやがった。脅威の排除を確認。こちらバンドック、サムを発見した。排除しろ。サムを破壊。またサムだ。撃ち漏らすな。ローパー1の損害は軽微。まだ飛行は可能だ。警備だと？それ以前にミサイル発射を許すな。サムを発見。破壊せよ。来たぞ、レーダー本部。すぐに撃て。敵もこっちに来る。目的地まで残り25マイル。護衛機が撃墜されても、それは盾になったということだ。褒めてやらねばな。ただ、次のミサイルが確実にあなたの機体を撃墜しますがね。護衛機が撃墜されないよう指揮を取るんだ、マントック。サムを発見。
排除せよ。目的地まであと15マイル。やっと半分というところだ。詐欺の罪で懲役なんだ。何が伯爵だ。
空で説教はごめんだぜ。お前には分からんだろう、カウント。自分とすら向き合えん奴にはな。目標ポイントに到達。ローパーワン、状況を知らせよ。問題なければ着陸態勢に入る。よし、護衛目的である私はまだ生きている。これは軍全体にとっても意義がある。私は懲罰部隊を軍の戦力として活用するという点において実践を。前期交渉、ボギー出現。まだ続くのか。未確認の機体だ。速度はかなり速い。速いぞ。なんだって？一気に詰められた。不明機は撤去と判断する。状況に対応しろ。オーバーワンを守れ。スペア15エンゲージ。バンディットを撃墜せよ。ローパー1はスペア2が護衛しつつ安全な場所まで移動する。ウェルコ、俺もそう上進しようと思ってたところだ。敵機被弾、未だアクティブだ。バンディットがミサイルを回避。今のを避けるのか。トリガーの野郎の動きも尋常じゃねえな。トリガー、そいつをこっちに来させるなよ。なんだあの不気味な機体は。この日に接近させるな。バンディットロスト、撃墜だ。状況オールグリーン。スペア15、よくやった。待て、今度は何だ。フォーフレンドリー、アプローチ。味方機だ。こちらは第444航空基地飛行隊。そちらの所属を明らかにせよ。なるほど、番犬殿か。こちらはサイクロプス1。サイクロプス隊、なぜこんなところにいる。敵のプロトタイプ機を追っていた。落としたのが君のところの大バカ野郎だとすると納得がいく。こちらは基地司令のマッキンゼーだ。うちのバカが迷惑をかけた。私の戦士命令を聞かなかったんだ。所属不明機を撃墜した彼は処分を受けるだろう。勘弁してくれ。司令官殿、状況を説明しますので我が基地までご同行願います。むしろありがたい。護衛機が頼りなかったからな。いえ、彼らは見どころがありますよ。我が基地にようこそと言いたいところだが、事情は複雑だ。アロ無人機は敵軍の最新の試験機だ。性能データの収集を予定していたのだが、とんでもないことをしてくれたな。いや、撃墜可能とは思ってなかったんだ、誰の手にも。ああ、諸君らの司令官の移動先は変更となった。戦局の厳しい前線への赴任となるだろうが、ご自分の戦績を強調されてたからな。まあその通りになるだろう。諸君らの身柄については現在調整中だ。指示があるまで待機せよ。